ずは簡単に自己紹介をするんですけども、今日は名前の後に自分の携帯の待ち受け画像の内容を言って発表します。まずは私からです。はい、藤田メディアです。私の待ち受け画像はマネージャーさんの写真です、はい、一人の？そう、あ、一人ん、待ち受けが二人で壁紙が一人。あー、そう、めっちゃ好きなんですマネージャーさん。だから私携帯よくなくすので、もし待ち受け見てマネージャーさんだったら私宛まで届けてくださいよろしくお願いします。メディア、はい、野本空です。私の知り合いっていうか、お友達のアイドルさんの待ち受けです、なんて言ったらいいのかな。一人一人、なんかこの間ツイッターの人がツイッターに上げてた写真がなんかめっちゃかっこよくて、へぇ、かっこいいと思って待ち受けにしちゃったです。よろしくお願いします。どうもかです、私は私の好きなバンドさんのなんかマーク、うんうん、ロゴみたいな、そう、ロゴの待ち受けです。よろしくお願いします。下村美希です。私はなぜだか傘の待ち受けです。なんで傘、傘単品、傘の違う、なんかイラスト、傘のイラストのやつ、なんかわかんないんだけど、ビニールじゃないんだなんかイラストなの、傘のイラストで雨が降ってるよみたいなやつです、はい、よろしくお願いしますそれ初期設定のままじゃないの違うでしょ、違うやつ、そう、ちゃんと変えてそれにしたの、そう、なんで超えたのか思い出せないんだけど、次行こう、はい、次行こう、つまんなかったはい、井上梨花子です。私は、クマのぬいぐるみがテレビつけるなんかリモコンをこうやって、クマが、そう、リモコンを向けてるの、うん、でもテレビは映ってないので、友達と半分私が半分持ってて、あ、友達が半分持ってるみたいな、あ、でも、うん、友達がくっつけたら、そう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 、今 JK で流行ってるんだよね。あ、そうそう、それは知らない、なんかさ、半分でさ、仲良し同士で従るよねそうそうそう、ね、従るよね、半分でそう、うん、JK は従るんです、半分で従るのねはい、よろしくお願いします。ありがとう、はい、林智博です。私の今の待ち受けは仲いい友達とのハート作って片目だけ出してるここです、ここ、へぇ、すごい、はい、なんか若者って感じだね、若者って若者、よろしくお願いします。はい、それでは抽選会スタート。当たるものはこちらです。せーの、ドン、じゃじゃじゃん、じゃ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 ん、お、1から5はまあ今までと変わってないですけど、6がバレンタインデーもう間近ということで、メンバー全員サイン入りのちょっと早いバレンタインチョコ、いわゆる市販されているチョコなんですけど、その金色のやつです。それにサインを書かせていただきますんで、はい、これが特賞ですね、今日の特賞です。はい、よろしくお願いします。